その後の江藤というのはね、意外とバットを折ることが多いんですよね、そういう形っていうのがその辺にやはりちょっと不満が残るんでしょうね。タイガースは中込山田のバッテリーです。ファーストに平塚、セカンド星野、サードに和田、ショートストップ藤井、外野はレフト檜山、センター新庄、ライトに関川です。まずは守って大きなピンチを迎えた広島カープです。ピンチの後にチャンスあり、ランナー二塁として4番の江藤、詰まった当たりです。ワンバウンド取る、ピッチャーベースカバー、一塁はアウト。ちょっと立ち上がり心配したんですけど、そうですね、趣味として、まあ、ソフトボールの試合とか趣味のレベルになってます。しかしその亀井さん期待のチェコが今日はあんまり良くないみたいですね。ないですね。お客さんの方は井村さん、非常に一塁側もお客さん、これは調子の悪い新庄でもね、やはりマスクと分かってますから思い切って売れますよね。負け越しにもなりませんでしたけれども、はあ、ジャイアンツ戦でのあのピッチングっていうのが、よし今日はという気持ちにまたさしてるんでしょうか。まあセカンドライナー、グラブ弾いたライト前、2本のヒットが続きました。まあ、それとね、今日みたいな天気の時っていうのはピッチャーよく指にかかるもん、開幕当初っていうのはちょっと寒い時っていうのは手を息吹きかけて、はい、ちょっと湿気を保つような形で投げますんでね。ですから今の時期っていうのが、夏場はちょっと汗をかきすぎるんですけども、今の時期っていうのは本当に心地よいっていうんですかね、ちょうどいいぐらいの手のひらが汗かきますんでね。打線、この現在バッターボックスの山田と、そしてラストバッター中込へとつながっていきます。だから阪神とすればもうまっすぐ狙いですよね。これ、これも変化球ですけども、セカンドの右抜けた、タイムリーになります。阪神タイガースが今夜は先